さあ始まりました身体ドット TV よ、今回はですね山佐さんのショールームにお邪魔させていただきまして、クリスマスのホットイーターリザレクションを打たせていただくということでこちらにドーンとございますが、もう見た目まんまもうホットイーターなんですよね、筐体が。で、以前からですね、ホットイーターの DNA をしっかり継承されているということで大変楽しみな一台となっております。で今回ですね、吉野部がご一緒とお邪魔しますということでですね、はい、前日に試打をさせていただいてるんですよね。そうなんですよ、僕はもう4時間ぐらい結構しっかり試打させてもらったんで、今日はゲームフローとかも大田さんに教えれるように頑張っていきたいなと。教えていただけるとなんか、はい、先生と生徒というような感じで今日はやらせていただくと、まあ、そういう感じで今日はやらせていただこうと思います。はい、でですね、我々ミッションが2つございます。はいはい、実はですね設定1と6今日打たせていただくんですけど、はいはい、これどっちか分かりません。おなるほど、はい、これをまず僕たちは当てていって、はい、しっかり挙動を推測して最終的に正解にしちゃったかと、これを当てる、これが1つのミッションで、もう1つがですね、はい、まあ前回もあったんですけれども視聴者プレゼントがございますということで、まあ、ゴッドイーターといえば510枚じゃないですか。ゴッドなんですよ。なるほど、はいはい、なんで510枚どちらかが、はい、獲得枚数でいくごとに、1名プレゼントするということで、はいはい、だから1020枚獲得できたら2名様という感じでどん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 増えていく。それもありなんです、はい、分かりました。ということでじゃあ、はい、我々その2つのミッションに挑みながら頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは実践スタートしていきましょう。はい、準備はいいかしら。準備はいいです。いきます。お願いします。まず、はい、打ち方と、まあ、簡単なゲームフローお願いできますか。わ、はい、かりました。まず打ち方なんですけども、今ちょうどスイカ引きましたね。お、いいですね。で、これ左リール最初クローバーを狙っていただいて、はい、右に敵と押しするとテンパイするので、その場合、まあ、フォローしていただくと、まあ、赤7付近ですね、押すとこうやってスイカ、はい、ちなみにこれが、リプレイフラグなので、まあ、こぼしても大丈夫です。フラグ察知のためにフォローしていくと、はい、でその他に、子役がいろいろありまして、はい、チェリーが弱チェリー、強チェリー、神チェリーとあって、はい、その他にチャンス目が A、B となります。なのでこの辺りをフォローしていくと、はい、こちらの内のゲームフローなんですけども、はい、主なルートが2つありまして、規定ゲーム数から行く作戦区域から目指す、はい、AT を目指すものと、はい、チャンスゾーン、レイヤーからチャンスゾーンを抽選してますので、はい、そちらから入る、チャンスゾーンで AT を目指していく、はいはいはい、この2種類が主な2つとなってます。ということは、はい、もういきなりも AT に行ってくれると、ね、規定ゲーム数チャンスゾーンでクリアすると、はい、AT と、そうです、直 AT タイプになってますので、はいはいはい、だからモンキーターンみたいな感じですね。そうです、そうです。おー、なるほど。ちなみになんですが、今、はい、おそらく僕ジャクチェリーを引いて、はい、今カフェステージに行ってるんですが、はい、これは降格的な扱いなんでしょうか。そうです、降格の概念がありまして、はい、このカフェステージがちょうど降格になってます、はい、なのでここでレア役などを引くと、チャンス度につながりやすい、期待度が、まあ、通常より上がってるよと、はい、で超降なんかもあったり、そうです、超降格がありまして、超降格だと、はい、ジャックレア役とか、そういう役でもチャンスゾーンに当選したりとか、はい、まあ、いろいろあります。わかりました。いやでもなんか初代のゴッドイーターよく売ってたんですけど、はい、濃い、すごい初代っぽい、なんかあんまり違和感ないと、あ、こんなんやったなっていう感じがしますね。じゃあもう懐かしいって感じ。あ、そう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 、ほんまに懐かしいっていう感じする。僕はそれこそ打ってない世代なんで。そうよね。でも動画とかではやっぱ見たことあるんですよ。あ、人気機種だったわけなんで、はい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 、だからその辺とかも初代と、まあ、こういうとこに似てるよとか変わったよとかも教えていただけたら面白いなと思います、はいはい。なんか最近の機種って結構そのリセット時はこう当たりが早かったりっていうことがあるじゃないですか、はいはい、そういったことってどうでした。試打の時とかって感じたりっていうのはありました、はい、僕リセットした台を何台か打ったんですけど、はい、僕体感では600ゲームのところ、うん、600の規定ゲーム数を、まあ、超えなかったのが特徴的かな。あ、まああくまでも体感ですけどっていうね、はい、もしかしたら多かったと。あ、なるほどなるほど、かもしれないですね。そういうのはね、お得ですからね。いや、本当に早く知ればお得です。そうなんですよ。最速なだけに、はい、
我々期待値大好きですから一番求めるところ、そう、普段期待値ばっかり追ってる人間ですから、そういう情報がね、やっぱ一番欲しいっていうね、欲しいしお届けしたい、はい、そうですね。まあさすがに初当たり確率には差があるわけですもんね。設定差設けられてるわけですよね。はい、あります。え、だいたい16でどれぐらいなんですか。360分の1ぐらいかな、はい、290分の1ぐらい、はあ、はあははあ、なので、うん、あと5と6でそんなに差がなかったりとか、そういう部分があるので、判別はまあ判別要素が出てるわけじゃないですけど、うんうん、ちょっと難しそうな感じは、まあ、そこまでね、初当たりに大きな差がないっていうところ。そうなんですよ。あー、なるほど。はい、100ゲームいきました。あ、それでなんかいきなり動きが出てきましたけれども、これが一応規定ゲーム数の作戦区域に行く方の前兆です。なるほど、セリフの色も変わってっていう感じですね。はい。お、作戦区域に移行しました。100ゲームのところの前兆ステージ、はい、前兆ステージ、はい、そしてまあ、マッチですけれども、はい、これなんかステージによって違ったりあるんですか。そうですね、3段階ステージがあって、はいはい、この上に2つあるので、もし出てきたら紹介させてもらいます。なるほど、はい、ステージアップ、あ、しました、あ、しました。これで段階的に上がっていくんで、はい、あ、これで夕方ステージに行きました。空愚者の空、はい、これが2個目のステージ、はいはい、もう1個上に行くとタイトルが赤になるので、すごい分かりやすいです。なるほど、はい、もう1段階上がってくださいっていうところですね。上がってほしい。あ、上がるんじゃないの。あら、お、ちょっとセクシーな、セクシーな、これ僕が昨日打った時はレア役対応だったので、はい、おー、なるほど、これはもうチャンスだ。これが前兆示唆で出ましたと。え、なんか強いんじゃないですか。あ、次のエリア行きました。 あ、これでもう一番上のステージっていうことで、一番上のステージです。ロクちゃん、いや、ちょっと早い当たってもないし、まだ当たってないもんな。一応昨日は外れてないけど、でも気が早いですよ。あ、気が早い実戦上相当期待度は高い、期待度は高そうっていうところで、外すわけないじゃないですか、そんなステージを。フリですか。いやいやいや、やめて。フリですか。いやいや、外した、恥ずかしいなこれ。さあ、ミッションに行きました、はい、ここで逃避が、逃避がハンニバルを討伐せよと。タイトルの言う白ですけど、さすがに大丈夫なんじゃないかな。行くぞ。セリフとかもしよう、なんかチャンスアップっぽいのはないな。翼が生えてきました。大丈夫かな。大丈夫よね。大丈夫でしょ。あ、まだまだありますね、ま、次から。おっと、これは強そう。はい、行きましたか、チャンスアップが。行かせていただきます、はい、はい、早い。さすが6。まだわからない。まだわからない。はい、当たりました。131ゲームですね。はい。赤い。あ、赤い。さあ、ミッション。あら。あ、チャンスアップなんじゃないですか。タイトル上げてくれた。タイトル赤。これは、チャンスアップは強いんじゃない。ちょっと待てよ。おし、お、これは当たりそうですね。僕も一緒に、孝太郎さんと一緒に。オッケー、ついてくるか。6か、これはまさか。はい、では、まあ、ちょっと待ったら、二人とも当たっちゃった。仲良しか。いい画面。ついてくんなよ。いいでしょ、先輩についてくって。じゃあ、二人で行きましょうか。はい、せーの。はい。あらー、いいね。あー、初、荒神バースト。かっこいい。いいね。確定っつって。すごいなぁ。これはこれ、ハテナを移動して、はい、うー、7ですね。右上がりに揃いましたと。あ、いいですね、かっこいい、かっこいい、いきましょう、あらがみバースト。それでは、はい、AT あらがみバーストの説明をお願いしてもいいですか、はい。ここから、ストーリーパート、最初に100枚もらえまして、はい、まずこの100枚を、まあ、消化していく、うん、でその後に、荒神高専に行くので、はい、そこでまた荒神に勝つとこのストーリーパートに行く。これをループさせて、はいはいはい、出玉を増やしていく。あ、そこでストーリーパートと荒神戦うところを繰り返していくっていうことね、はい、そうです。
で今リプレイを引いたら、まあ、こうメーターが1個溜まったんです。はいはいはい。このリプレイやレア役でメーターが溜まっていって、一番上まで溜まると、結合崩壊、まあ、後で説明しますけど、はい、まあ、荒神を倒しやすくなる弱点役がもらえたりします。はいはい、なるほど。てか純増これ約9枚。そうです、9枚。むっちゃ早いんですけど、もう100枚もう終わったんですけど。早っ。あっという間、すげえスピード感がすごい。サクサク消化ですね。でここでどの荒神が選ばれるかと。そうです、これが大事なわけですね。結構ね、ここがもう相手によって期待度がいろいろ変わってくる。あ、結構いいとこ行ったんじゃないですか。すごいいいとこです。ねえ、特徴が左側に書いてあるんです、はい、書いてあります。カリギュラ、チェリー変換が起こりやすい。起こりやすい。なので例えば弱チェリーを引いた時に強チェリーになったり、はいはいはい、強チェリー引いた時は、まあ、一部で神チェリーになったりとか、まあ、そういう熱い展開が起こるかもしれないっていう感じです。で、まあ、これ結合崩壊しての、まあ、チェリー対応ですよって、チャンス役っていう扱いになるんです、ね、そうです。まあ、チャンス弱点役。さあ、僕の方も弱点役が何になるのか。僕はこれは、スイカですね、うんうん、ヴィーナス。この荒神は、まあ、スイカを引くとまた報酬がもらえる。はいはいはい。荒神によっていろんな性能が違うっていうことですね、はい、これめっちゃ面白いポイントですよね。その、確かにその時によってもこれを引けみたいな、まあ、分かりやすいですよね。分かりやすい、これを引けばいいっていう。熱いの来ましたよ。え、何？いきなりずるっと。弱点役、スイカの可能性がある。チャンス目じゃない方がこのパターンは。そうやね、そうやね。とりあえず押しましょう、はい。で、中リール狙うと。はい、うえー、うまっ。これでもう、報酬がもらえます。なるほど。で、しかも僕シダしてて、こっからが熱くて、うん、もうこの後に、まあ、例えば弱点役をもう一回引いたり、まあ、そのこの後入る、バトル中にリプレイ引いたりすると、はい、いい報酬が出てきたりとか、まあ、そういうところがあります。言います。だから弱点役を引いたんで、この時点で今からあの活性化バトルに行って、はい、もうそのバトルがもう勝ってる状態っていうことですね。もう取ってる状態です。でさらにレア役を引くことによって上の報酬がもらえてくると。はい、これ、はい、行きました。チャンス目です、この形。え、めっちゃうまいやん。なので格上げしてる可能性が、これいわゆるそのあれでしょ、オーバーキルのチャンスってことでしょ。そうです、これは熱い。え、いきなり見せてくるやん。ちょっと早くないですか、逆に。いいですか、もう僕行っちゃって。確かに早い。一発目がオーバーキルとか、まだ何も説明してないですけど。ちょ、いろいろ疑われるからやめてくれる。あの、これ普通。いきます。え、うま、これまたスイカ。あら、重ね金になって、はい、僕これ実戦上この後オーバーキルすると思うんですけど、いきます。はい、これはなんか赤っぽくとか、はい、まあ、書きまして、かっこいい。うわー、いいな。さあ、どうなる。ウィン、あれ、オーバーキルはせずと。しないんかい。いや、ちょっと早いもん、早いもん、やりすぎやもん。置いとこ置いとこ行ったね。あえてですか。あえてね、あえてね。しなかったまで。だからだいぶでもオーバーキルのチャンスやったっていうことね。そうなんですよ、あれがもう熱いパターンです、ね、なるほど。いやー、だいぶないけたんだけど。さあ、こっから報酬で枚数を決めていきます。まあ、もちろん青より緑、緑より赤の方がいい、はい、いきます。青、はい、一式で最低200枚以上。あ、それはでかい。でかいですよね。最低200の押します、まあ、これが最低報酬、はい、なるほど。なのでまたこれを消化して、うん、さっきの荒神構成に戻ってを、はいはいはい、その繰り返しっていうことね。で、私今リプレイを引きました。で、これで、あ、赤い赤い、これで発展、あ、おおジェリー、おー、うまい、太陽薬いきました。うまいわ。ついていきまーす。暗いっす。なに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 、これが変換のパターン。はい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 、まあ、チェリー引いて、でこれで強チェリー、これで強チェになりましたと。あっつー。で、もちろんもうこれで勝ちでしょ。すごいな。で、さらにここでレア役なんかも引けた方がいいと。重ねていけたらなおいいと。うふふ。何も引けないか。あー、リプレイ引いた。 F
テキトが緑になりまして、あと一押しで、はい、いきます。激しい激しいバイブがすごいすごいすごい。うわー、え、あら、あ、オーバーキルや、これが言ってたやつ、これが言ってた、オーバーキル、そらね、強制引きましたし、その後にリプレイも引いてオーバーキル、これが報酬がいいのが出てくる可能性があると。そうです、人気覚醒が出てきます、はい、なるほど、これがもう、うわ、人気懐かしい。ありました。ありました、ありました、出てます、ここに人気覚醒ネクストって出てますね、出てます、いいな、はい、羨ましい。これが8ゲームプラスアルファの効果ゾーンになってるんで、はい、あ、ファーになるんですね、さっき違いましたもんね、さっきは7、基本は青7を狙うから、うん、人気覚醒の時はバーになるみたいな、バーになります、はい、うわー、チャンス、おお、いきなり特化ゾーン、特化ゾーン的なことやもんな、だって言ってね、これ特化ゾーンです、うん、8ゲームプラスアルファ、これは8ゲームプラスアルファ、え、どんくらい乗るもんなんやろな、僕マイゲーム乗るっていいですか、マイゲーム乗ります、はい、まあ30打った時はリプレイとか引くと大きいのが乗ったりするんで、ここの叩きどころでリプレイ、レア役、レア役、あー引いてくる、50、あー50、あ、確かに多いね、はい、30、おい、お、スイカかな、スイカ、スイカ、スイカ、なんぼ、うわ、3桁、楽しい、マジで、ええのいきなりこんなんやらせてもらって、おう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 おお、乗っていく、これは何だろう、リプレイ以上、ペルとか引いてると終わらへんのかな、そうです、あの、火薬を引く限りっていう感じでしょ、あー、火薬やけど、まだいくね、30、行ってまい、行ってまい、もう。500枚ぐらい行こう、もう330や、おい、まだ行くでしょ、あかんねや、あーダメだ、330枚、とりあえずいい感じ、ただあれなんですよ、乗せすぎて AT 終わらへんみたいになったら判別が進まなくなるんですけどね、1か6かどっちかを見極めていきたいですね、まあこの300枚を今また純増9枚で消化していくと、だからあれですよね、枚数を多く取れれば取れるほどこの次の結合崩壊貯めるチャンスでもありますので、このポイントを貯めていって継続のチャンスにもなるってことですね、うん、はい、168枚、トータル237枚獲得で終了です。で、ここからまた荒神バースト、荒神光線の方に行きます。さあリプレイ、僕の体感ね、今の画面でリプレイとか引くといいキャラ出てきたりとかなんかあるのかなって、あそこの1ゲームでなんとなく思ってます。お、でもこれがちょっといい方、チェリーとスイカどっちも弱点役になる、テスカと、テスカとリッポとかいきます。でさっきも弱点役いきなり引いてテンション上がっちゃってこうわーっといっちゃったんですけど、これまず達成かバクトルに行く抽選をしてるのはリプレイとレア役の2種類で、はい、まあ、それはまず狙っていくと、でもちろんその中でこういう弱点役を引けたら一発で勝てたりとかします。だからまずはリプレイをっていうところ、そうですね、結構いろんなところでリプレイが肝になってくるような、なってきます、台と、そしてリプレイ、あ、引きました、さあこれでいきました、おー、いった、活性化バトル、ここでまたリプレイとか引くと熱い感じになってきます、いきます、ここで熱くなれるっていうのがいいポイントですね。リプレイからやけ引けってことね、これリプレイでいいっていうのがやっぱり、あーでも強攻撃チャンスアップはない、ナビもチャンスある、あー引けないか、ダメなんだ、これはダメだ、あれ、あら、今ベッドが押せなかった、そんなパターンもあるんだ、かっこいい、何も引いてないけれどもというのは、じゃあもしかして最初のリプレイ一発でとかもあるのかなっていう感じです。200枚、まあ、これを繰り返していけばいいですから、はい、さあそして私、はい、荒神を決定する場面でございます。あ、一番左下のハンニバル、はい、まあ、チャンス目による攻撃が効果的と、
粘ったらいいのね。削るということで、まあ、ストーリーが1回の264枚で終了と、まあ、ちょっと今回は510枚はいけずということで、はい、プレゼントはまあできないと。チャンスアッパーなし。おお、うまい。耐えた、耐えてくれた。スイカ仕事したな。よかった、いい仕事しましたね。いい仕事した。だから弱点薬じゃなくともっていうね。これもしかしたらでも今チェリー止まったんですよ、この左にいる。あ、最終ゲームってこと。これ最終ゲームもしかしたら、あはははは、まあ、弱チェリーこれで当たってる可能性もあるかもしれないと。あら、赤い。え、これあんまり。え、これ中断。このパターン僕一回だけ見たことあるんですよ。そのシダをしていた時、これちょっと押しますね、とりあえず。あ、でもこれはちょっと普通や、普通でした。違うパターンもあったんですけど。あ、でもこれはもしかしたら報酬がちょっといいものが出るのか。あ、分かった。ほんまや。うわ、レベル3きた。初めて見た。ちょっとこれ中断やからか。どうなる。いきます、長押し。力を貯めるんだ。え、青いけど、これ大丈夫。え、はい。あー、400枚。いや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 、でもでも、あれ、これで、え、またそこで引いた。なんかすごいこと、なんか引きすぎてよく分かんなくなっちゃったけど。これで510枚も達成できるんじゃないですか。いや、いったでしょ。いけそう、いけると思います。よしよしよし。いや、いいもん見れた。うわー、あんだけ追い込まれて。選べる。選べます。今ちょっとこうプッシュでもう、あはははははなんで、この初代の時好きだった曲とかも、はい。めちゃめちゃ好きな曲あります。手の上げ方すごい。オーバーザクラウドある。オーバーザクラウドある。あ、あるオーバーザクラウドもあるんで、それも聴けるという感じ。なんで、ちょっとあの、あ、事情が、事情、あ、ちょっと聞かせてよ。深い事情があるんですけど、マジか。きちんと確認できてるんで、それはもう、あー、ホールで聞いていただいて。なるほど。はい、それなぁ、僕昔好きやった彼女じゃない。え、好きやった子が、めっちゃカラオケで歌ってて、はい、めっちゃ切ない、ちょっと、あれ、いい思い出、淡く切ない思い出があるんですけど。彼女ではない。彼女ではなかった。付き合うことはできなかった。さあ、獲得617枚、きちっと510枚超えました。お、よかった。じゃあ1名様、とりあえず1名様ということですね。これを繰り返し、はい、いきます。いいね、いきます。250枚おお、多い。お上手なところが、あ、金に、お、綺麗な色出たよ。あるか。おーしょー、100ゲームのとこで戻ってきました。やりすぎてはい、次は伸ばします。伸ばします、お願いします。消化終了しまして、ここで一回レアークとか引いてみたいな。いや、引いてほしい。あっ、いいでしょ、リプレイやったら全然外れとかね、出るより。だからこれでもしかしたらいい荒紙が選ばれるかもっていうところですね。楽しみ。え、これがいい。ちょっと、欲張りすぎ。ちょっとそんないきなりすげえやつ。てか初代の荒紙がいないんだよな。おお、いいの来た。カリギュラ、あ、これ一回引きましたね、僕引いたやつ。はいはいはい。しかもきちっと変換したやつ。そういうこと。だからあれってジャクチェから強チェ行ったじゃないですか。強チェ引きます。あら、次はもう一個上に。だからそれってさ、イコールさ、強チェ引いて変換ってなったらもう神チェリーの可能性がある。の可能、そう、そういうことよね。そうなったら報酬もそりゃ、あー、これでもね、あかんか。行かない、うわ、行かない。あ、おお、ここでチャンス目。これは最終ゲームにチャンス目を引きまして、まあ、勝ってるか分からへんからね。なんか引けるか。これね、チャンス目じゃなくてチェリーやったらみたいなね。この感じね。うまく、だからバシッと決まったらやっぱ気持ちいいしね。あ、負けそう。小太郎さん、おー
負けるわけないじゃないですか、そんな一発で。小田さんじゃあ駆け抜けへん、そんな素晴らしい。あれ、ここでスイカを引いてたんだ。引きますね、今日。そしてはい、200宮の前か。まあ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 、耐えましたね。つなげた。はい、つなげた、つなげた。ということは、あらららら、すごい引いていく。さあ、活性化バトル。一発で通したら、最高。引いていこう。いっとけ。あー、ダメなんか。いやー、止めない、止めない。先生、僕、うって聞こえましたよ。スイカ連れてきました。あらそこで。これ見たかったやつですね。見たかったやつ。見たかったやつ。スイカ。さあ、これ赤古代赤の荒髪。あー、でもやっぱりこの向こう側というか右側が強いというかいいのが選ばれるんですね、荒髪が。チェリーとスイカ。やっぱそのでめそこの引いた役が抽選されるのか、うん。やっぱそういうことね。しないですね。チャンス。あら、引いていく。これは何なのか。おスイカ引いた。チャンス目。難しい方を引いていくんだね。まあでも取ってると信じて。こっから。チャンス目。おお。すごい難しいとこ引いていく。すごいな。大丈夫じゃない？弱点薬じゃないけど。語らへんの？いや、語る。ベッド押せる。うわー、ダメなのか。やっぱ弱点薬だ。ええ？わー、復活パターン。本当にニコってしちゃいました。嬉しくてニコニコしちゃいました。なるほど、そういうのあるんや。いや、素晴らしい。息ですね。ありがとうございます。耐えました。さあ、これでまた報酬がもらえます。いったか。はい、バトル。お、緑、いいよ。連打。226と。まあまあまあ、いいでしょう。一発逆転、チェリーとスイカ、どっちでもええ。あ、お、これ、お、今多分、はい、左下のところ、はい、ここですか、点滅してたかもしれないですけど、はい、でこれキャラがまずありまして、はい、この右下見ると分かりやすいんですけど、コータ、アリサ、はい、ソーマ、はい、サクヤ、リンド、はい、まあ、この順番でこう強くなっていっていて、はい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 、でこの、今回はアリサ。うん、で、ベルでもバトル抽選してくれる。してくれる。ほう。で、これが、ホールドされるゲーム数が大体4ゲームぐらい。はい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 。で、もちろんリプレイだとバトル発展すると。なるほど。いう感じになります。あ、リプレイと、じゃあリプレイがベルっていうことね。リプレイがベル。なるほど、行きましょう。4ゲーム。アリサか。だからこれ、ソーマとかサクヤとかの方がいいってことね。いいです。いい、なんか、恩恵が大きい。恩恵が大きい。あ、この辺はまあ初代と序列っていうのは一緒っていう感じかな。なるほど。いや何も引けない。あー、ベル引いた。あ、リプレイだ。あ、これでもうリプレイから OK と。 OK です。さあ、これはちょっと生かさないといけないな。もう今だいぶ追い込まれてたんで。ギリギリラストチャンスというところで。そうか、そうか。引いてほしい。あー、何も引けない。リプレイ引いた。引っとけ。小田さん、安心してください。これ残るようになっているんで。なるほど、そういうシステムなんすね。だから早く引いた方がいいんだ。もう本当に引けるな、1ゲーム目に。ほんまや、だから俺これラストちゃうかもしれん。あ、引いてない。あー、終わった。そういうことね、バーストシステム、まあ、これがチャンスになる。うん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 、こういうシステムあるっていうことね。で、
で終わるんですね。ああ終わった。また一戦160枚でした。伸びない。ちなみに AT 終了画面ってなんか普通に黒のあれやったけど、はい、なんかやっぱ示唆はあるんでしょうね。ありました。僕が見た時は緑色っぽいやつとかあったりして。ああなるほどなるほど、まあ、その辺も、まあ、何か示唆があるのかなと。おー止まらない。お結構大きそうだけど、あ232か。まだチャンスゾーンにね入ってないんですよね。はい、はいはいはい。規定ゲーム数とじゃあチャンスゾーンその、はい、なんていうの占有率っていうか、はい、どんなぐらいですか比率としては。だいたい6対4で、はい、その規定ゲーム数が6、チャンスゾーンが4ぐらいの。じゃあ全然チャンスゾーンでも当たるってことで入るってことよね。そうですそうです。ちょっと今引けてないだけっていう。でここにもしかしたら差があってみたいな可能性もあるのかなと個人的には思ってます。なるほどなるほど。別にそういう手煽ってるわけじゃない。あこれあれじゃないですか、リザレクションゲートっていうのに突入するかもっていう激鱗ハンニバル討伐戦に。ああこれがめっちゃ重要なんですよね。上位チャンスのチャンスみたいな。あそんな感じです。チャンスのチャンスみたいな。いやーこれ大事なんだよな。これがね50ゲームあるんですよ。はい、まず左上がもう変わってるんですけど50ゲームになっていて、で見てもらうと分かるんですけど今まで絶対やったこの弱点役がないんですよ。ほんまや。でこれ代わりに結合崩壊しやすくて、ほうで河川下バトルに行った時にこう弱点薬が増えてったりするので。あそこで結合崩壊してくれるってこと。あっレア聞いてる。すごいすごいすごい。これを突破すると、まあ、上位のチャンス、まあ、体感的にはほぼ上位に入ると思っているので、はいはいまあ、これはめっちゃ大事。すごいチャンス面を引いていく。ちょっとそれ見たいよ。その後の流れが見たいですよ。いやここまで来たら突破したい。いやこんな感じで活性化バトルに行くときに結合崩壊。今チャンス目引いたのに。ほんまやなぁ。チャンス目がつくっていうこんな感じです。いやー引いていこう。見せたい、皆さんに見せたい。ここ結構難しい印象になった。ダメ、勝てないのか。でもこんな感じでこう弱点役を増やしていく、うんうんうん、これがもう重要。バトルすればするほどチャンスが広がっていくよっていうことね。そういうことです。さっきその説明してもらってる時に、はい、バトル行っちゃったんで、はい、もう一回お願いしてもいいですか。ああ、わかりました。これ突破することができると、この荒神を倒すことができると、はい、リザレクションゲートっていうやつに行くんです、はいはいはい、それに行くと、まあ、上位 AT のチャンスになるので、はい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 、まあ、これを突破するのが本当に大事なんだろうということです。そんな中でリプレイをこうやって重ねて引いていきたい。さあ緑、赤までいけ。ああ緑で結合崩壊。でももうめっちゃ溜まってる。ほとんど溜まってる。これ次リプレイがついたこともまあチダであったので、もう一回いけたら大チャンスっていう感じです。復活もない。さあ残り25ゲーム。でもこれでまだ半分だから。そうね、だから結構チャンスはもらえるってことね。もらえますね。えだってリプレイ以外なんでもいいんでしょ。ベルトリプレイレアクやったらこういうのでももう熱くなる、うん、っていうことですよね。リプレイ、あえついちゃった。うまいこれはこれはいくでしょ。そして引いたんじゃないの。あー惜しい、惜しい。でももうでもとどめはそこぐらいのテンション。もう目の前、もう目の前。よしこれで終わりだ。さあ引け。いやじらすね。うわー
大丈夫、あと21ゲームありますから先生、はい、これでリプレイいけへんのだけは勘弁してください、ここだけはプレッシャーかけさせてください、ごめんなさい そんなにいいだね、いいだね、おー先生、リプレイなんかいりませんチェリーでチェリーで行かせてもらいます。さあ、これで弱点役を引けたのでリザレクションゲートの方に行くと、おー、引きますね、そして重ねに重ねていくと、あらこれリンドかな、リンド、めちゃくちゃ引いてるバイブが止まらない、すごいなバイブ祭り、ありがとうございます。おーい、私1回目の AT で、ほんまやな素晴らしい素晴らしい、だこれがまず一つ目指すべきところっていうことよね。そうです、いやー嬉しいな、ウィン、さあリザレクションゲートです。さあ、こう今リプレイ引いたんですけど、はい、これでこの左側にメーターが見えます、うん、でこれが、まあ、リプレイだと1個とか、はい、あとはレア役引いたら複数個溜まっていって、はいはいはい、これを、まあ、マックス、6個溜めた後に、うん、まあ、ジャッジがあって、うん、でこう段階があるんですけど、はい、1個目ここを突破すると漆黒の捕食者、はい、これが、まあ、いわゆる上位 AT 的なもので結合崩壊のストックが2個あって、はい、まあ、これはかなりプレミアムですけど神落ちっていう、はいはいはい、このプレミアム AT があります。なるほど、まあ、ゲーム数に関しても50ゲームから99ゲームですかまであるので、今回66ゲームですね。まあまあチャンス。さあ、こうやって外れでもたまに1個乗ったりするんですよね。さあ、リプレイでこうやって2個溜まったりとかもあるんで、まあ、外れで1個乗ったりとか、まあ、そういうパターンもあります。さあ、ベルで1個、残り1個です。リプレイだったらと溜まりました。これでマックスで、1回目のジャッジはこの上位 AT と呼ばれる漆黒の捕食者のジャッジ、これを取れるかどうか、取りましょう、取ろう、よし、取れました。見せたかったやつ見せれます、はい、これで確保できたので、まあ、こうやってキャラが上がっていって、まあ、次ストック、うん、結合崩壊のストックをしていくっていう、なるほど、なるほど、まあ、先ほど言った流れですね。チャンス目、チャンス目だとこうやって5個溜まったりとか、レア役も重要になってくると。さあ、溜まった、ジャッジ3回目、よし、これで結合崩壊のストック、大事ですから。このアリサからかなり難しくなるような印象はあるんですけど、なんとか貯めておきたい。もう1個、残り2ゲームいくんじゃないか、いかないか、あれアップになった、残り0ゲーム、これでダメでしたってことか。ってことは漆黒の捕食者と、結合崩壊ストック1個と、はい、いうことです。さあ、ここからジョイエティかっこいいのが、かっこいい、めちゃくちゃいい。でここからストーリーパートのようなものを経由して、まあ、流れ的には一緒なんですけども、大きく違うところがありまして、継続率が約 84% ぐらいに上がっていると、上がっていると。でこれがなぜかというと、この結合崩壊のストックが毎回必ず1個もらえるので、最低でも弱点が、弱点役が2個以上で、はい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 、だから勝ちやすくなってるからね。そうです、穴神と有利に戦えると。これやっぱ伸ばすトリガーの一つだと思うんで、うん、頑張っていきます。獲得1081枚、ストック2個ですね、いきます。流れ的には一緒です。あ、本当にもう全く一緒なんよね。そうです、荒紙を選択してっていう、性能が上がっているっていう感じで、つく読み、これチャンスなんですよ。ほう、これ
荒神ストックを獲得しやすい、獲得するチャンスなので、打っているとカットインが出ます、はい、でそれを揃うと、まあ、報酬の、まあ、7揃いをストックすることができる。ははでさらに3つあるもんない、今3つ。ただカットインもできれば狙っていきたい。3、まさかの上位 AT 駆け抜けてしまう。それだけは、うわマジでやばい、これは駆け抜けちゃった、もったいないもんな。お願い、ちょっと頑張れ、なんかいけ。あーダメだ、引いてくれ。こっからも子役を引き続けたいリプレイで、本当に嫌だ。うわおー、セーフ、耐えた、セーフ、耐えた、耐えた、いける、いける、いける、そのうわーで耐えました。いけるよ、いけるよ、いきます。1023枚、6回で終了です。先生一発で落としちゃいました。先生そんなことあるんすか。なんか、しかもあれですね、プレゼント2人は2名様、2名様のギリギリですけれども耐えましたんで、もう一回、もう一回やりたいんで、もう一回、もう一回、もう一回行こう、もう一回行こう、ここから目指していきます。いや悔しいな。まあ今回上位ね、ちょっと伸ばせなかったけれども、まあそういうこともあると。そうですね、うん、はい、わかりました。その目指すべきとこというのは、うん、目標、まあ、まず、うん、通常時は規定ゲームスチャンスゾーンから、はい、荒神バーストを入れて、そこで荒神をこう倒して倒して倒して、はい、先ほどのリザレクションゲートに持っていって、そこから上位に入れると、はい、完璧です。そういう流れですね、はい、勉強させてもらいました。僕も行かせていただきます。次は一発で見せれたんで、そうそうね、次は僕その間にちょっとこの判別の方も忘れずに進めさせてもらうんで、はい、神チェリー引いた、エッグ気持ちいい、びっくりした。なんか今スローモーションに見えた、うん、そうゾーンに入ったみたいな話ですか。これだからバー狙うやつですね。うわすごっ、神圧って書いてる、神圧いただきました。あとはあなた次第ですって。僕がこうチラッと、はい、いろいろこう打った感じとか、うん、多分ここからその先ほどのプレミアム AT に行くパターンもあんの、あるっていうふうに、神落ちすることあんの、あるっていうふうに思ってます僕は。まあ、直撃かフリーズかどっちかっていうことね。これだから次のレバーを見たい、見たいね、マジで見たい。フリーズした神落ちですよ。プレミア AT ですよ。すごすぎる。はい。やっちゃいます。お願いします。来い、ブチュン来い。すごいスルッといった。スルッと。まあそう簡単ではないよね、きっとね。いやー、でも引いたことに価値がありますから。いやいや、これ多分まあわかんないですけど、確率とか、はい、結構な確率のものを引っ張ってきたんじゃないか、これ。よくこんな短い時間に。いやほんまよ。すごいな。はい。すごいいい顔しました。いやこれはにやけちゃうよね。332ゲーム、神チェリーからの荒神バーストです。素晴らしい。でこれを引ける引きがあるんであれば上位までいけるでしょ。確かにそんな気はするよ。お願いしますから、これで駆け抜けとかだけは、やってない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 です、大丈夫です、大丈夫です。そんなはやってない、シナリオにないですよ。僕の中の、はい、僕の中の、これがどういうことですか。これこれ多分右下がりに揃うやつですよね。あ、右下がりに揃いました。これおそらくなんですけど、うん、ストックかなんか持ってたりすると、あー右下がり、普段右上がり、右上がりなんで、ね、まあなんかそうしだした感じ、はいはいはい、経験値的にそうなのかな。あーなるほど。だからもしかしたらこれが神チェリーの恩恵とかなんか、まあわかんないですけどね、うん、とりあえずもしかしたらスロットが、あスロットじゃない、ストックがあるかもねっていう、あるかもって感じ。はい、では行きましょう。もしストックとか持って荒神とかどうなんのかな。あー、普通にピース、スイカにですね、逆転役。
これちなみになんですけど、ストック持ってる場合っていうのは絶対勝つっていうことですよね、もし持ってたら。そうです。でこれどういう感じでストック消費っていう形になるんでしょう。これは、バトルに勝てなかった場合、ゲーム数がなくなった、終わりに近づいた場合、まあフリーズ演出みたいなものからこうバッと出てきてくれるので、そこは心配なく、まあ、それでもうバーンって勝っちゃうよっていう、はい、はい、200万円チャンスアップはないけど、レア役引いたんで、これでメーターがたまりますと、で、結合崩壊ストック1ついただきました。ダメと、さらに追加にレア役とか引けませんでしたが、はい、勝利と。まあ200ですけどね。スルー。あ、バカンスモード、これが、規定ゲーム数のところが終わった後に出てきたりするんですけど、これが、まあ、いわゆる降格的なもので、はははは、チャンスゾーン、まあ、ここでレア役引けばチャンスゾーンに行くかもよぐらいの感じになってます。お、言ってたらここでチェリー、お、強チェリー、強チェ、あ、それはどうなる、ね、バカンス中、まあ、いわゆる降格状態ですから、うん、チャンスゾーン行くんじゃないですか。今日一回も見せれてないですからね。あ、そうね、チャンスゾーン、これは行くかな。ワクワク、専用演出なんだ、その煽りも。そうなんですよ。あ、あ、あ、あら、けしか、か、か、ちょ、ごめん横ですごい、カッカー言ってるんですけど、チャンスゾーンって書いてますいい絵ですね。いいね。チャンスゾーン一応2種類あって、はい、まずどっちが出てくるかっていうのを見ていきます。なるほど。これは荒神防衛戦の方ですね。はい、まあ、こっちの方が期待度が2種類ある中で低い方なんですけど、基本的にはこっちで、はい、で、まあ、上位のチャンスゾーンとして、殲滅モードっていうのが、はい、まあ、そういうの、まあ、チャンスゾーンがあります。2種類あると。で、今リプレイ引いたんですけど、これリプレイレア役で、はい、チャンス、フリーズのチャンスになっているので、次ゲームとかちょっと熱い。フリーズすれば当たり、当たりです。荒神バーストにそのまま行くと、はい、行くぞ。これはしなかった。ボタンでとかもある。ああ、なるほどなるほど。どのタイミングかは分からんわけや。引いていきます。ちなみに先生、これ期待度的にはどんなもんなんですか。これは 35% ぐらい、 35% あって、で、特に最終ゲームはリプレイ以上を引くと荒神バーストに入るようになってるので。おー、じゃあ最終ゲームにちょっと気合い込めないといけないっていうところですね。一番の叩きどころです。これは、お、引けたりくる。よし、行くぞ。トン、トン、トン。あー、リプレイ 2連続リプレイよ。ないんすか。あー、ないんだ。じゃあここ、ここで引けば入るんで。はいはいはい、ラストゲームでいきます。頼む。あー、引けないか。これで一連の流れなんですけど、はい、まあ当てたかった。またたまりましたね。うまそう。ミッション情報を更新します。出てきました。チェリー変換。チェリー教師で本日2回目の神チェリーといきましょうかよし、本番ついたよ。もう行っていいやろ、戦わせてくれよ。え、赤やった気がする。今僕も見てました。赤やった、赤くないです。そうやんな、321のあれが赤やった。すごい違和感がありましたよ、ね、はい、行きましたね。やっぱ探せよ。あー、これはね、もう勝ったでしょう。どうだ。はい、よし、順調。きたきたきたここから。私もリザレクションゲートを目指してますからね僕に続いて、はい、レベル2ミッションで、よしよしよし、行きたい行きたい。めちゃくちゃ行ったね。このなんか出るゲーム数の数字なんかでも何かがあるかもしれないね。あるかもしれないですね、確かに。
235倍。おぉ、4セット626枚。510は超えてますもんね。そうですね、そうですね。とりあえず、これでだから計3名様になりましたということで、一応僕が今4連してくれたんで、まあ、わずか100枚ちょっとですけど、はい、プラスになりましたと。おお。で、僕はちょっと一発目ガンと伸びたんですけど、減らしてプラスの250枚ぐらいなんで、正直ここまでじゃあ設定の部分で言うと、まあ、初当たりは引けてるよね、うん、100ゲーム台とかで当たってて、まあ、その後1回抜けたけれども、はい、紙チェリーで当たってっていうところで初当たりで一発で伸びて今、まあ、ちょっと減らしてるっていう感じ、ちょっとハマってるって感じね。そうなんですよね。ただチャンスゾーン別に小田さんすごい入ってたわけでもないし、そうね、だから初当たりに差があるんだったらその辺どうなのかなと思ったんですけど、ちょっと今のところ難しいところ分からないね。だからチャンスゾーン当選率なのか、それとも規定ゲーム数が早いとか選ばれやすいとかっていう、え、大丈夫か、復活でしょ、だからゴッドイーター、ない。あー、当たった。うわ、めちゃくちゃいい。へえ、こんな復活の仕方が。前兆強かったですから、はいはいはい、400後半のところの規定ゲーム数からいきました。さあ、これで初当たり、なんだかんだ2回目ですから。そうか、2回目かも。そうなんですよ。さあ、2回目、荒神バースト。はい、いた、強チェリーからです。280ゲームで初のチャンスゾーンですね。チャンスゾーン成功するとこを、ね、あ、わかりました。お手本をリプレイレア役ね。リプレイうまい。さあ、フリーズチャンス。第1弾、第3までチャンスあるってことね。第3まであります。しません、しません、しない。おお、うまいんじゃない。スイカ、スイカを引いてきました。あ、接近中で出てる、接近中。これさっき出てなかったもん、リプレイ引いた時は出てなかったからね。なかったですね。これチャンスアップでしょ。くるんちゃう、くるんちゃう。あれ、え、えあ、ないんか。まだ残ってる。まだ可能性あるんじゃない。スイカ一番大事な。ああ、ほんまや、サクッといってもうた。いや、あんまね、意識したら、ああ、全然ダメ。スイカはショック。スイカに引っ張られてラストレバーまで。クソ、ダメか。ああ、引けないか。引き抜けるとこうやって何もなく終わっちゃいます。いや、悔しい。2回目も飛ばしたかったけど、ここは駆け抜けちゃいました。お前たちに一つ忠告をしてやる。さあ、そしてこれはチャンス目からの、チャンスアップ、バッチリ。チャンス目からのミッション、チャンスゾーンはないんだ。あった、キャプテン。あれ、これってかっこいい。これ上の方じゃないですか、違うかな。ほら、本当だ、来ました。初めて見ました。警戒して進みましょう。じゃあ先生、はい、説明をお願いします。この殲滅モードは上位のチャンスゾーンになってまして、期待度も 57% と上がっている。はい。で、全役でバトル抽選、バトル発展抽選してまして、まあ、勝利すると、まあ、AT 荒神バーストに行くと。なるほど、15ゲーム間でっていうのね。そうです。全役は来た。これでリプレイ引きました。はい。で、荒神と戦うということですね、はい。これがサリエルなんで、はい、お、サリエル、ここで出てくるんや。チェリー太陽ですかね。あ、やっと出てきました。初代の、初代の、はい、荒神さんです。なるほど。で、チェリー、チェリーを引いたらっていう、そこも変わらずいきます。もう結構大層なバトルになってた、ね、かっこいいっすね。うわ、なんや、なんか色もチェリー、サリエルめっちゃ硬かった気がする。ちょっと危なそう。これで終わ
もリプレイとかでも OK なのかな。あ、リプレイヒントよ。はい、ダメなんだ。まあ、ここはあれでしょうね、通常の AT 中と同じような容量だと。あ、はいはいはい、思います。あ、ダメでしたと。期待度 50% オーバーでしょ。これはちょっとマジで通したいよね。半分以上いきますからね。お、荒神チャンス。いや、来ないんだ。あ、また連続でサリエル来た。またサリエル、ウィス。さあチェリー、はい、お、いやー難しいね。はい、うわー、勝てない。まだある、まだ全然ある。半分あります、半分あります。あー、降りがない。ラスト、さあここからプラスアルファが一応ある。そういうことね。頑張れ。うわー、よしよしよし。うわー、なんか危なそう。おー、おっと、来たよ。これはマジだ、戦わして。いやー、ダメか。だー、うわー、外したー。 57% が、まあまあ。くそ。なるほど、こういう2つ目のチャンスゾーンっていうことね。なんとなくで言ったら、お、月の楽園初めて行った。これが一応長考のステージと言われている、はい、ここは、弱レア薬とかそういうものでもチャンスの発展に期待ができる。すごい、なんかすごいナビ出た。え、なにこれ。まあ、当たってるってことなんですかね。それなんて書いてあるの。ゴッドイーターって書いてます。ゴッドイーターガレン、やっぱゴッドイーターって書いてますね、うん、やっぱこれはまあ大チャンスというか当たってるっていうことでいいのかな。うわっ、どこ VS に行った。このパターン見たことない。 バジュラ、バジュラ。バトルの時の演出ですよね。赤い、いきます。 OK、 いいなぁ。今でも弱点薬って書いてあるから、もしここでチャンス目引いたらなんか恩恵があったりとかしたんですかね。でもこの100の規定ゲーム数のとこから当たりました。100、緑の画面、何かしたとかあるのかもしれないです。266枚、510枚には届かずと。なんとか。なんで。大丈夫ですか。ダメか。実戦終了でございます。お疲れ様でした。はい、ということでゴッドイーターの設定1と6の、実戦をさせていただきました。まずは結果の方からいきたいと思います。はい、私サマイスマイナスの1059枚でございました。1059枚、ちょっと出てました。最後ハマっちゃいましたから、ね、そうなのよね。僕は、プラスの5枚。おーおおおじゃないな。、まあ、5枚ね、勝つことが大事。わずかながらプラスというところで、はい、まあ、設定の予想の方なんですけど、まず私から行かせていただきたいと思います。序盤ね、まず100ゲーム台に2回サクサクと当たったんですよ、はい、これいいじゃんって思ったんですが、次の当たりが332ゲーム、これが神チェリーやったんですね。そうですね、はい、でその後700、まあ、800近くですね、ハマっての実戦終了タイムアップとなってしまったんで、はいはいはい、結局初当たりが、まあ、3回しかいけてないんですね。で457分の1、これはだから、公表値でいう数値で設定1以下になってしまうんですよね、はいはい、でチャンスゾーンは一応2回いけてて、まあ、1口1回は上位の方1回引けたんですけれども、
まあ、ここはちょっとまだサッティとかは分からないですし、まあ、初当たりそしてサマイなども考慮すると、まあ、1と推測するのが妥当かなと思うんで僕は1と予想します。はい、はい、僕はですね、当選したゲーム数は、100の規定ゲーム数が2回と400、後半のところの規定ゲーム数が1回、はい、合計で3回、はい、まあ、中で伸びた AP があった、はいはい、あんまり、ね、通常時が回せなかった。そうなんですよ。で初当たり確率が、249.3分の1、ほう、で設定6で290分の1なので、なるほどなるほど、まあ、6以上で引けている、うん、でチャンス度に関しては、2回入っています、はい、まあ、このあたりも、まあ、正直まだわからないです、はい、設定推測でいうと、はい、まあ、初当たり確率とか、まあ、サマイに関しても一応プラスですし、まあ、6なんじゃないかなと、僕の台が6なんじゃないかなと、お、なるほど、思うんですけども、これが果たして逆でもちょっと不思議じゃないなっていう、あー、まあまあサンプルがねそこまで数っていうのは多くはないんで、まあでも一応予想としては1、6で、まあ、ガッチと合致したということですね。はい、はい、わかりました。じゃあ結果の方を見てみましょうということで、はい、なんかカエルがやっぱりといえばなんですけど、カエル6の方に渡してくれということですね。あ、出てきた出てきた、あ、かわいい、6の方、6の方、6の方、僕やったりして、僕でしょ。ああ、どういう感じ、どういう感じ、おーおーおー、あー、いや、そらまあ、そらそうか、いや、そうであってほしかった。あ、これ手入る、手入る、これもういい、かわいい、あなるほど、ということはやっぱまあ初当たりでなんとなくはやっぱ分かったっていうところはあったね。そうですね、これ嬉しい展開ですね。こうなったらきちんと構成っていうのが初当たり確率が軽いみたいな。僕ほんと紙チェーンになかったらもうちょっと重かったっていうのもあったんで、はい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 、あはははっていうことはちょっと腐らせたということですね。言い方言い方よ。いや、まあ上位をね、うん、一発で落としてしまったらあれがちょっともったいなかったなっていうのはあるんですけども、まあでも頑張ったらもうちょっと全然伸ばせるポテンシャルを感じたんで、はい、やっぱり高設定らしさ出せたのかなと、はい、初当たりに関しては、はい、伸ばせなかったのは僕と、はいはい、で私たち、まあ、ミッションも、遂行してたわけなんですけれども、はい、クリアできたのが3回ですね。510枚をクリアできたのが3回ということで、山下さんの、グッズですねを3名様にプレゼントとなっております。そしてですね、本日撮影協力していただいた、山下さんでは毎月8日に、山下プレミアムデイと、いうことでキャンペーンを行っております。詳細は、概要欄の方ぜひご覧ください。チェックしていただければなと思います。チェックしてください。はい、それでは、最後にね、まあ、ちょっと実践中ではお見せできなかった演出っていうのが、まあ、いくつかございますんで、はい、それを見てもらいながら今回はお別れとさせていただきたいと思います。今回は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
はい。